山梨県富士北六公園は山梨県富士吉田市上吉田立石社区にあるスポーツ施設群を有する山梨県立の自然公園及び都市公園である。指定管理者制度に基づき公益財団法人山梨県スポーツ協会が指定管理者として運営管理を行っている。富士山のふもとにあり周辺を森林に囲まれている。的には横浜市と変わらないが 標高990メートルから1160メートルと高地にあるため冬になると、降雪や凍結などにより屋外競技場のほとんどが使用不可能になる。また、富士山独独特の気象変化により霧が発生しやすく、球技を使用するスポーツでは試合及び競技中止になることがよくあるが、晴天の時は富士山がよく見える絶景の場所でもある。 1977年3月16日に都市計画が決定され整備開始か維持国体が開催されるまでに陸上競技場や野球場、体育館が整備された。また調整地や遊歩道なども整備された。開示国体開催後は目立った改修はを行われていなかったがラグビーワールドカップ2019及び2020年。 東京オリンピックの合宿誘致を目指すことから大幅な改修工事が行われウエイトトレーニング室及び屋内練習走路などが整備されたラグビーワールドカップ2019ではフランス代表のキャンプ地に2020年夏季オリンピックでも陸上短距離日本代表の事前キャンプ地及び7人制ラグビーのフランス代表のキャンプ地に内定している正式名称は 山梨県富士北陸公園陸上競技場であるが、単に富士北陸競技場と呼ばれることがある。J リーグの使用実績として2000年の J リーグ公式戦でバンフォーレ甲府がホームゲームを開催し、J サテライトリーグの試合でも2009年まで利用された。なお2016年時点では J1 リーグ及び J2 リーグの開催基準を満たしていないため使用不可であり、 J3 リーグでも整備計画を明らかにしない限り、本拠地としては、使用不可である。その他には2014年の第38回全国地域、サッカーリーグ決勝大会でも一時、ラウンド会場の一つとして用いられたほか、2015年世界陸上競技選手権大会の陸上日本代表の合宿地としても利用されている。2018年4月に、 夜間照明設備が設置され、夜間の競技も可能となった。2019年9月1日、富士北陸陸上競技場での競技会、富士北陸ワールドトライアルにおいて、寺田明日香が女子100メートルハードルで、金沢エボンヌが2000年に記録した13秒00の日本記録を更新する12秒97の日本新記録を更新した。正式名称は、 山梨県富士北六公園野球場であるが、単に富士北六球場と呼ばれることがある。夏の高校野球など高校野球の試合も行われるが、常日の通り切りが発生しやすい、気象条件ため試合が続行できないこともしばしばある。近年では2005年夏の高校野球にて、吉田高校対に羅崎高校の試合は6回まで1から1の接戦だったが、ノームによって、 ノーゲームとなり、再試合は9から1で吉田がラ崎にコールド勝ちしたというエピソードがある。このため一時期は1から2日間の未開催であったが、2008年より緑ヶ丘球場で高校野球をはじめとする公式野球の開催ができなくなった関係からおぜ、山ヒ、ユーブス球場とともに再び試合数が増加している。 関東地区高等学校野球大会では2011年の秋季大会では天候等の理由で使用されなかったが2015年の春季大会では使用されている。標高1100メートルの富士山の麓にあることから夏の甲子園、山梨県大会のもう一つの会場である山比、遊ブス球場に比べて標高が高いので打球が出やすいとする意見がある。 メインとサブの二つのアリーナがあり、バスケットボールやバドミントンの試合会場として使用されている。メインアリーナにはスタンドがあり、内1階部分は可動式となっている。サッカーやラグビーの試合会場として使用される。2018年8月より、教用開始。宇天時の陸上トラック競技の練習場として使用される。2018年4月より、教用開始。 陸上競技場の付帯施設として設置された。指定管理者の導入施設一覧について、山梨県都市公園条例、ABCDEFGHIJKLM 富士、北陸公園概要ラグビーワールドカップ2019日本大会、公認チームキャンプ地内定のお知らせ。ラグビーワールドカップ2019公式。2018年6月9日閲覧。 東京2020オリンピック本連盟、男子短距離合宿地内定のお知らせ。日本陸上連盟。2018年6月9日閲覧。寺田明日香、100障害で、日本新12秒97、どんどん進化したい。スパニッキーアネックス、スポーツ日本新聞社。https、www. スパニッキー COJP、スポーツ、ニュース、2019。 09-01- 記事 2019-901S-0056-002-00-CHTML2019 00 2019年9月1日閲覧。当手に不利山梨北六球場の回打球飛びやすい。ありがとうございます。